そうすると、そのどういう場面でシングルスとダブルスも団体戦なので、ダブルスどこ行く？スロベニアに行きます。まあコロナ禍あれですね、まだまだ伸びしろたくさんあるし、そうですね、本当にこれからが勝負だと思います。はい、まあ大いに期待してますね。勝つことで世界ランクも上がりますし、自分の自信にもつながるので、そこをまず第一に。で、まあ、世界選手権の時にはやっぱり自分の出番いつ回ってきてもいいようにしっかり準備をしていきたいと思います。